縞模様のパジャマの少年っていう映画を見たっすよ。もう知ってますか？もうマジで鑑賞の後に最悪な、もう余韻がもう史上最悪な気持ちになる映画、一選。一選傑作ですよね、本当に。素晴らしい映画。今日はこんなもんで、この縞模様のパジャマの少年がどんな映画か物語か漫談していきます。じゃあ貝柱です。もうさ、もうタイトルが意地悪。マジで嫌な予感がさ、膨らんでいってさ、もう、やばいって、やめとけって、やめ、そういうのやめとけって、やめって、あ、やめ、やめろって、お前やめろ、うなだれ、神戸をたれ。第二次世界大戦中のドイツの強制収容所、ユダヤ人のね、あれ関連の話。監督がマーク・ハーマン。原作が同名の小説なんですって、それを映画化したもの。たった90分で1週間くらい体調は悪くなれると思う。まあでも本当にド傑作なんで、ていうか普通に非常に見てほしいんですけど。どんなお話かというとね、第二次世界大戦中、ドイツ、ユダヤ人強制収容施設。ここの、指揮官の男がおりますね。その人に息子がおるんですよ。ブルーノーっていうね、すげえドア開けそうな名前なんだが、この子が新しいところに引っ越しをするんです、家族ごと。お父ちゃんの仕事の関係でね、今までずっと一緒だった友達とかとも別れてる。じゃあねーつって、一人ぼっちですよ。一人で遊ぶことになるんです、ブルーの。暇やなーつってさ、外出てさ、よいしょーつって出たら、有刺鉄線で囲まれた農場を見つけるんです。ブルーの農場だと思うんです。あ、なんか農場悪くない？みたいな。中の人たちは全員同じ服を着ている。それが縞模様のパジャマ。変なの、みんなパジャマ着てなんか農作業してら、草つ。ここで同じように縞模様のパジャマを着ている小さな男の子、シャムエルということを出会います。有刺鉄線越しに彼らはファーストコンタクト。有刺鉄線、お疲れっす。あざっす。で、なんでみんな縞模様のパジャマ着てんの？これパジャマじゃないっす。なんでみんな胸に番号つけてんの？何？何のゲームそれ？いや、ゲームとかじゃないんだよ。バカ仲良くなるんだよね。これみんなも気づいてるでしょうけど、当然。この有刺鉄線に囲まれて、縞模様のパジャマを着て、農作業をしているっていう人たち、ユダヤ人なんです。で、農作業じゃないんです。農場じゃないんです。で、パジャマじゃないんです。収容されている人に与えられている、作業服。で、番号は、つまり番号で管理されてるから。それをブルーノは気づかないまま、シャムエルと出会ってしまったんだよね。決して友達には、なれない、なってはいけない二人なんですよ。が、出会ってしまって、じゃあどうなっちゃうんでしょうね、というお話ですが、もうね、これはね、序盤結構だからこうやって仲良くなって、もう他愛のない話とかするわけですよ。で、ブルーノはシャムエルに対してサンドイッチ持って行ってあげたりしてね。もうそれを、もうシャムエルはむしゃむしゃむしゃ、もう腹減ってるからむしゃむしゃ食って、うまいうまい。仲をこう、ね、仲良くなっていくわけですよ。だけど、要は当時のドイツですよね。ヒトラー政権下の。ユダヤ人へのヘイト教育になってるから。ユダヤ人のせいで我々ドイツ人は貧困に陥ってるんだ。彼らは敵だ。許さない。ユダヤ人を許すなーっていう教育。もうほぼ洗脳みたいなことが国民全員に行われていたわけです。その中で、この小さなユダヤ人の子供とドイツ人の子供は出会ってしまった。結末はもうわかるよねってことなんですけど、それに至るまでの、最初に言ったように悪い予感がだんだん膨らんでいく感じが、もう怖いたら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 。なんかさ、最初空に煙が、黒煙が舞ってるわけですよね。で、途中まで行くとですね、また黒煙がバーって出てですね、ブルーのお母さんがいるんですけど、その黒煙が上がってる様子を見て、そのお母さんがですね、ちょっと匂うわけですよ。なんか変な匂いするわね。そしたらドイツ人の兵隊が、ういっしょーって来てですね、奴らは燃やすと匂いますな、ユダヤ人の人々だよね。はって、それ聞いて、あれユダヤ人燃やしてんの？ショックを受けるんですよね、母も。母も知らなかったわけですよ。召使いとして、屋敷の中で使われているユダヤ人のおっちゃんとかもいるんですけど、もちろんひどい扱いを受けてやらなきゃ。おら、早く走れ！ちんたらすんな！ワインつげ！基本罵倒ですよ。さすがっつって走って。
で、ワンミスで終わりみたいな人生だからね。ミス許されないから彼ら。下手をこくと自分の命が危ないから、めっちゃアンテナ張って生活するわけ。それでも避けられないことがあるわけですよ。初見殺しがあるわけですよっていう時代に、この二人はだから密かに仲を深めていくんですよ。この有刺鉄線ごちにつ。だからちなみにこの有刺鉄線に電気が流れてんの。ビリ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 って。それ越しに握手とかするんだけど、めっちゃ怖いよね。危ない。ビリってするから。危ないから。そういうシーンはないんだけど、もうしそうで怖い。ホラー映画のだから。で、仲良くしているのをバレたら、鉄拳制裁ですよね。子供といえど、ユダヤ人、許すな、の精神ですから。二人がこうやって仲良くしてる、バレる、次のシーンで二人が会った時にはもうボッコーメある。めっちゃ弱ってんだよシャムエ。もうでさ、クライマックスじゃん。もう最悪だよね。あの音楽のさ、あの盛り上げ方ももう絶望感しかないんだけど、一応伏せとくけど、これ聞くと察する人もいると思うから、未鑑賞の人は気をつけてください。クライマックスでさ、シャムエルのお父さんがいなくなったと。ユダヤ人のお父さんが。だからまたね、のんきにさ、じゃあ僕もその君のお父さんを一緒に探してあげるよ、なんて話をして、でもこの有刺鉄線の中には入れないよ、君はドイツ人だから。大丈夫だよ、君と同じ服を着ればいいんだよ。パジャマね、パジャマじゃないんだけど、みんな同じ服を着てるんだから、僕もその同じ服を着て、髪とかもう帽子で隠せば僕だってバレないよ。いいねそれ。でもどうやって有刺鉄線から入る穴掘ろうよ。ザクッザクッザクッ、有刺鉄線の下あたりにこうちょうど子供が通れるくらいの穴を掘ります。よしかー、よっしゃよっしゃよっしゃ、よっしゃ、有刺鉄線の中に入るブルーノ。よし、一緒にお父さんを探そう。さあ、あとは最悪な音楽の盛り上がり。おお、やめて、やめて、やめて。これさ、で、ほんとずるいのがさ、ずるいのがさっていうか、じゃあ仮にあのラストが、もしブルーノがパジャマを着て有刺鉄線のその中の敷地に入るっていうことをしなかったとてじゃん、結局。だからもうなんて言うんだろう、その大人のなんやややこしいやんややんやで勝手に戦争を始めてさ、どっかに勝手に責任をなすりつけて、大人がそうやって仕掛けた、作り上げてしまった世界だけれども、その世界では生きているんだけれども、でも彼らのルールに大人のルールはないから、彼らは彼らの善意で優しさで最後はあの行動をしてしまったわけですよ。ブルーノただただすませんってなる、あれじゃん、ラストじゃん。だから聞くよね。終わっていいっすか動画。また萎えてきたまたなんかズーンってなってきたから、終わっていいっすかこの動画。まあみんなもぜひね、感想を聞かせてください。見たことない人はね、ぜひこの映画見てほしいんですけど、未鑑賞の状態のこの状態での感想もぜひお待ちしております。で、見た後にもう一回ね、教えてくださいよ、どう思ったか。ヘバ、ちょっと寝込んでくら。じゃあな。